오명철, 책임 감독이 어태성, 대기 선수들로서 どう考えるっていうか、基本的にはすごくいいチームで、ああいうチームと戦えるのは日体にとっても選手にとってもいい経験ができたかなと。レベル、初めての多分選手も私も初めての経験ですので、そのレベルがどうのこうのっていうよりもやっぱりいいその経験をしたっていうことの方が大きいです。いや本当にありがたいと思います。選手たちはこういう大観衆の中でゲーム経験というのはない。だから選手たちは素晴らしい今日いい経験をさせていただいた。いや我々はそんなことよりもどちらかというと、大学の方の関係も含めてもう一度そういうこういう形で交流が持てるとすごく我々にとってはすごくいい経験がまたできるんじゃないかと思ってます。すごく日本でも経験したことないような観客の多さとグラウンドの素晴らしいグラウンドでできてすごく光栄でした。日本で、できないっていうことが一つあって、ここですごい人がいっぱいいて、みんなが多分緊張したと思うんですけど、そこで日本の自分たちのサッカーができてよかったと思います。ものすごく嬉しかったです。最後あんなに大勢の人が立って拍手してもらえてすごく嬉しかったです。こっちと相手もいいプレーした時にすごい歓声があって、楽しかったです。